皆様こんにちは。バイオリニストの藤原のぞみです。すっごく衝撃的なバイオリンを見つけたのでちょっと開けていこうと思います。演奏会の模様やレッスンだけでなく激安バイオリンチャレンジ企画を過去にもやっておりますので、そちらも合わせてご覧ください。こちらの楽器ケースも込みで 19,778円のものです。ケース結構しっかりしてますね。ここにもポケットがあってちゃんとファスナーで留められるようになってます。わっ、結構緑強い感じですね。ネットで見た時もすごい綺麗な緑だなと思って、こういうところちゃんと守ってくれて包装をしっかりしてくれてるっていうのすごくいいですね。ピンクとか他の色もすごく可愛かったんですけど、赤いバイオリンとか暖色系のバイオリンはなんとなく想像がつくんですけど、この緑とバイオリンって全然合わないだろうって思って、でなんかそれがでも逆に衝撃だったので、ちょっと欲しくなってしまって買ってみたんですけど、こういう感じになるのか。ここのところ結構適当な感じですね。全部この均等じゃないんですよね。わかりますかね。なので弦の幅がちょっと不思議な感じになってます。弓に関してはそうですね、普通の弓っていう感じですけれども、ちょっと弓の毛とかはもしかしたら変えた方がいいのかなっていうふうに思ったりするんですが、まずはこのまま弾いていこうと思います。では実際音を出していこうと思います。これは音程の幅が少し違いますね。やっぱりここですね。ここが、均等になっていないということと、ここのところもそうですね。なんかちょっとこの弦があまりにも、歪んでる感じがするんですよね。ちょっと自分で調整したいなって思います。これでうまくいってくれ。この幅を揃えて、こっちもですね、なるべく弦がまっすぐになるようにっていう風にしましたけれども、ちゃんとなるといいね。
でこの楽器結論としてはやっぱりこういうようなところですね、この幅を、割と均等に揃えるようにもし、なってなかった場合はですね、私の買ったやつだけだったかもしれないです。ただここがちょっと極端に狭いところとか広いところあったらちょっと、揃えるっていうことと、あと駒もですね、駒の、ここがすごく広かったりとか狭かったりとかないように、ここが自然なまっすぐな感じになるようにしてちょっと自分でやってみるといいかなと思いました。でそうすると割とちゃんとした音は出るし、でもこういったこの細かいところとかは普通のバイオリンと同じですし、ですね、作りとしても、ちゃんとバイオリンですね、昆虫もしっかり立ってますし、この楽器それで弾いてももちろん音も出ますし、インテリアとしてもすごくかっこいいので、この楽器がもし玄関入って壁にかけてあったらちょっとかっこよくないですかなのでちょっとこのインテリアとして飾るっていうのも一ついいんじゃないかなっていうふうに思いました。今日もご視聴ありがとうございました。またお家でできる何か楽しい企画思いついたらやっていこうと思いますので、よかったらチャンネル登録していってください。それではまた次の動画でお会いしましょう。この動画が良かったなと思ってくれた方はぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。サブチャンネルでは私のライフスタイルに関する動画を扱っています。動画の説明欄にリンクを貼っておきますので、よかったらそちらもご覧ください。